こんにちは。かつてテレビ番組で一世を風靡したビッグダディこと林下清さん。彼の大家族生活を追ったドキュメンタリー番組は多くの視聴者に感動と驚きを与えました。しかし放送が終了してから数年が経過し、彼と彼の子供たちは現在どうなっているのでしょうか。家族の中には行方不明になった人物がいて、その人物のせいで多額の借金を背負っていると噂されています。倉庫で寝泊まりしているなどとも言われており、今回はビッグダディの現在についてなどをお話しさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。ビッグダディこと林下清さんは1965年に岩手県で生まれました。彼は柔道整復師の国家資格を持ち、柔道三段の腕前を誇る人物です。その得意な家族構成や生き方が注目され、テレビ番組で一躍有名になりました。彼の家族構成は非常に複雑で、一人目の妻よしみさんとの間で9人の子供を設けています。さらによしみさんの連れ子として三つ子の3姉妹も含まれていました。彼はその後も複数回結婚を繰り返しており、二人目の妻美奈子さんとの間には6人の子供、3人目の妻美幸さんとの間には2人の子供がいます。これまでに5回結婚していますが、4人目と5人目の妻との間には子供はいません。さて次は職業についてですが、かつてビッグダディは様々な職業を経験してきました。最もよく知られているのは柔道整復師としての仕事で、この職業を通じて生計を立てていました。またテレビ番組に出演し、累退的家族によるユニークな日常生活を紹介することで知名度を上げて一定の収入を得ていました。2015年には新宿区歌舞伎町でホストデビューも果たしていますが、こちらは一時的なものでした。その後現在はどんな仕事をしているのでしょうか。現在ビッグダディは飯屋大磯港で修行していることが分かりました。飯屋大磯港は神奈川の大磯漁港内にある人気の定食屋さんです。その日に水揚げされた新鮮な魚介類のみを使った料理を食べられます。2022年5月12日のブログでもビッグダディは飯屋大磯港で修行を始めたことを報告しています。店では皿洗いから調理のお手伝いまで何でもやっているそうですが、基本的には魚のさばき方を教わっているのだとか、夜中の2時に定置網漁の魚が上がるのでそれを仕分けして2、3時間かけてさばくそうです。その後はランチ営業、ディナー営業を見せてもらっているとのことです。午前1時に起きて準備して、最終的にディナー営業が終わるのが午後9時で、そこからシャワーを浴びたりしていると、睡眠時間は大抵3時間程度になるそうです。でも、もともとショートスリーパーだったビッグダディにとってはそれほど辛いと感じるものではなかったようです。修行中ということですが、収入はあるのでしょうか。ニュースポストセブンでビッグダディはこんな発言をしています。実はね、次の仕事が決まっているんだけど、その条件が魚をさばけることなんです。あそこで修行させてもらっているんですよ。今は修行先に住む場所も面倒を見てもらっていて、1日400円くらいで生活しています。現在はまかない付きで食堂関係者の倉庫に寝泊まりさせてもらっているそうです。なかなかの好待遇なので、修行中でもなんとか暮らせているのですね。一体今度はどんな仕事を始めるつもりなのかと思いますよね。どうやら飯屋大磯港で修行中ですが、職人になるわけではないようです。2022年2月10日には子供たちの貧困問題撲滅のための居酒屋子ども食堂プロジェクト D を立ち上げました。こちらは環境・社会問題ビジネスを展開する株式会社スパイシーカンパニーと、建設内装を手掛ける株式会社フェーゼルとの共同プロジェクトです。プロジェクト D ではビッグダディをメインキャラクターシェフとした居酒屋を出店するそうです。飯屋大磯港での修行とはこの子ども食堂のためのものだったのですね。誰にでも食と仕事を提供すれば、家に居場所がない子どもたちの拠り所となれる場所を目指しているとのことです。たくさんの子どもを育ててきただけあって、
やはり食に対するこだわりは強いようです。人の体は髪の毛一本まで全て食事から作られています。我々は植物と違って足元から養分は吸えませんからね。だから食べ物は何よりも大切で、特に子供たちにはいいものをしっかり食べさせたいという気持ちが強いんです。うちの家族がテレビに追っかけられていた頃、我が家の食事内容についていろいろ批判もあったけど、朝昼晩俺なりにちゃんと考えて作っていたんですよ。子供たちも好き嫌い言わず全部食べてくれた。食へのこだわりは昔からあったんです。一人の大人として親としての考え方があってのことだったのですね。そんなビッグダディですが、2022年6月2日に三男の林下武さんが1700万円の借金を作って失踪してしまったことが報道で明らかとなりました。ある日三男から電話がかかってきたそうで、会社の金を使い込んじゃったんだけどお父さんなんとかなりませんかとの連絡が。金額を聞くと最初は1200万円だったそうで、そこではとりあえずちゃんと返すしかないだろう、まず頭下げるところにはきちんとお詫びして回れよと言ったそうです。ただ普段はビッグダディのことをお父さんなんて呼ぶことはなかったので、その時点で妙だとは感じていたそうですが、どうやらそのやり取りをスピーカーモードにして会社の経営陣と一緒に聞いていたらしいのです。すると直後に今度は社長の方が出て、今の会話に役員一同感動しておりますと言ったのです。要は一言も息子を怒らずにやるべきことを示した姿勢が素晴らしいということです。幸いその社長がいい人で、息子さんはこの7年寝食を忘れて働いてくれました。会社としてはお金さえ返してもらえれば大事にするつもりはありませんと言ってくれたらしく、1200万円の返済計画を立てて、じゃあ今月から頑張って返済を始めようと1回目を支払った翌日に三男が会社から500万円を持って失踪したのだそうです。それでトータルの返済額が1700万円になってしまったのです。多分本人はその500万円を元手に何かのギャンブルで一発逆転を狙ったんでしょうけど、なかなかそううまくはいかないですよねとビッグダディは言います。そこから仕方がないので家族で力を合わせて返済しているそうです。おかげで借金は600万円台まで減らすことができたようです。返済のペースで言うと2023年11月頃には完済予定と言われていましたが、ビッグダディのブログや報道では特に返済したという情報はありませんでした。現在林下武さんとは連絡も取れないそうで、親しみある家族だっただけにかなり衝撃的な内容ですが、どうして三男の林下武さんはこんなに借金を作ってしまったのでしょうか。報道では借金理由について明確なものは明かされていませんが、ビッグダディはこう予想しています。三男は結婚していたのですが、なかなか子宝に恵まれず不妊治療を続けていました。しかしその頃はまだ保険の適用外でしたから、治療費が結構かさんでいたのだと思います。あれ高ければ毎回10万円くらいするんでしょう。5年ほど治療を続けたところでようやく子供を授かりましたが、その時点ですでに結構使い込んでいたわけですよ。それがバレてこんなことになってしまったから、嫁さんとも即離婚です。おそらく生まれた子供の顔も満足に見ていないんじゃないかな。法的なことで言うと、そもそもこの借金を肩代わりしない選択肢もあるのですが、なぜビッグダディはそれを選択しなかったのでしょうか。確かに別に保証人になっているわけではないから見放せばいいじゃないかという声は多いです。でもそれをしたら息子は二度と表に出てこられないですよね。この借金さえどうにかしておけば、何年後かにえへへっと現れた時、このバカ野郎で済むじゃないですか。この言葉には一人の父としての情があふれていますね。波の多い人生を送ってきたビッグダディですが、間違いなく子供を思う父であることには変わりありません。今後いい方向に風向きが向くことを願いたいところですよね。ご視聴ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。